ブレット・アーリオン・セシルは、アメリカ合衆国メリーランド州、カルバート軍団各出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。ボルジモア近郊に生まれたが、ニューヨークヤンキースファンとして育った。メリーランド大学カレッジパーク校では、クローザーとして活躍し、通算23セーブを記録。2007年の MLB ドラフト一巡目追放で、 トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 オーバーダブルデイズで、プロデビューし、先発投手として、防御率1.27を記録。2008年は、A 級ダニーデンブルージェイズからスタートし、最終的に AAA 級シラキュースチーフスまで、昇格した。2009年は、ル a 級ラスベガスフィフティワンズで開幕を迎えるが、4月は、 防御率8点台と不審に陥る。しかし、ブルージェイズの先発投手陣が相次いで故障したため、5月にメジャー昇格を果たした。5月5日のメジャー初登板では6回1失点と高騰したが、勝ち負けはつかなかった。2度目の先発登板となった5月10日のオークランドアスレチックス戦で8回を無失点に抑えて、 メジャー初勝利を挙げた。5月末に一旦トリプル A 級ラスベガスへ降格したが、6月中旬に最小格。その後、故障者属室で新人主体の構成となった先発ローテーションに定着した。後半は打ち込まれることが増え、8月には左膝を負傷して先発を一度回避するアクシデントもあり、月間防御率8.25と苦しんだ。 その後、球団が設けた年間投球回数制限に達したため、9月10日のミネソタツインズ戦での先発登板を最後にシーズンを終えた。最終的に防御率5.30ながら7勝をマークした。2010年は自宅で料理中に指を負傷するアクシデントに見舞われ、開幕はトリプル A 級ラスベガスでのスタートとなった。 ブライアン・タレットの故障者リスト入りに伴って4月23日にメジャーへ昇格した。その後はシーズン終了まで先発ローテーションの一角を担いリーグ2位の平均援護点という運も味方してチーム最多の15勝を挙げた。アメリカンリーグ東地区の上位3チームに対しては9勝2敗という成績を残した。タイレーズの3勝。 タイアンキースの4勝はいずれも全投手中最多であり、競合相手に勝負強さを発揮した。一方で5失点以上を7度記録するなど不安定さも目立った。2011年はオープン戦から急速の低下に苦しみ、4月21日にトリプル A 級ラスベガスに降格した。2012年は開幕をマイナーで迎えた。六月十五日に カイルドレーベックの故障者リスト入りに伴いメジャーに昇格。先発として9試合に登板したが、2勝4敗、防御率5.72と結果を残すことができず、8月4日にトリプル A 級ラスベガスへ再降格となった。9月3日に再昇格後は、リリーフに回り、12試合に登板した。2013年は、リリーフに転校し、開幕のロースターに入った。 前半戦では41試合に登板にし、防御率1.94、ホイップ0.97、脱三振率10.68というな成績を残し、7月には自身初めてオールスターに選出された。後半戦では19試合に登板したものの防御率5.65を記録するなど成績を落とした。九月十七日には、左肘の負傷のため十五日間の故障者リストに、 入った。シーズン2算では、チーム2位の60試合に登板し、5勝1敗1、セーブ、防御率2.82、脱三振10.38といった成績を残した。2014年1月17日にブルージェイズと130万ドルの1年契約を結んだ。この年は、自己最高の66試合に登板し、メジャー昇格後で、自己ベストの防御率2.70。 脱参進率12.8という高成績を記録した。2015年1月15日にブルージェイズと247万5000ドルの1年契約に合意した。同年は3年連続60試合以上となる63試合に登板し、防御率2.48を記録2シーズン続けて防御率を低下させた。 脱三審率も同じく3年連続で10.0を超え、リリーフ陣の中心として活躍した。2016年は、リリーフ転審後としては、最小の54試合登板に止まった。脱三審率は11.0と、相変わらずの高水準だったものの、防御率3.93、1勝7敗と、投球内容はやや不審だった。オフに FA となった。 2016年11月21日にセントルイスカージナルスと4年3050万ドルで契約を結んだ。2017年開幕前の2月9日に指名投手枠で第4回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンではジョニー・ペラルタがすでに背番号27をつけていたため入団当初は 背番号を二21としていたが、6月13日のペラルタの自由契約に伴い、6月16日に背番号を27に戻した。2018年は当番数を40試合に減らし、また防御率6点台と成績を大幅に悪化させた。2019年は4月に左手首と前腕の手根管症候群を緩和するための手術を受けたため全球した。 2020年は、投球を再開し、サイドスローへの転向を試みたが、公式戦に登板することがないまま7月22日に、自由契約となった。左投げの投手であるが、本来は右利きである。4歳の誕生日に、おばから間違って、左利き用のグローブをプレゼントされたセシルは、そのまま左投げの投手になった。 平均91マイルパーアワーの速球と鋭いスライダー、チェンジアップが武器。他にカーブも投げる。ドラフト時は持ち玉の中にチェンジアップがないことが弱点とされていたが、プロ入り後にチェンジアップの習得を開始。現在ではチェンジアップを決め球の一つにしており、2010年からはカッターも投げるようになった。しかし、あまり三振を奪えるタイプではなく、 2010年の脱三振率6.10はアリーグの規定投球回数到達者43人中31位だった。ただしマイナーでの通算脱三振率は9を超えており、もともと三振が取れないタイプの投手というわけではない。ありがとうございます。